ケーララ農業大学は、インド南部ケーララ州の公立大学。州政府参加の組織として、農業、林業、漁業を含め、広く、土地と水に基づく、あらゆる生産活動を対象に、教育、研究、経済活動の相互交流と統合の実践を、通して、持続可能な農業に必要とされる人材、技能、技術を供給している。この大学は、 ケイララ州トリシュール県トリシュールのバーレニッカラにある。日本語では、ケララ農業大学として研究されることもある。ケイララ農業大学の入り口、ワイナード県アムバラバイアルにある地方農業研究センター、カーサルゴード県の農学部、以下の家庭が設けられている。以下の家庭が設けられている。以下の家庭が設けられている。 ケイララ農業大学の学長を兼ねるケイララ州知事は、バレニックからに、林学部を設ける構想を承認した。林学部は、農学部、農業工学部に続く、第3の学部となる。残る2つの学部、すなわち獣医学部と水産学部は、2010年に、ケイララ農業大学から分離されて、それぞれ別個の独立した大学である、ケイララ水産海洋大学とケイララ獣医。 動物科学大学となった。ありがとうございます。